2021年2月冬の山でチクシトゲアリに出会いました。見つけたのは細い枯れ枝の中から女王単独で冬を越そうとしている越冬女王のようでした。女王単体からの飼育は初めての経験です。ここから手探りでの飼育がスタートしました。まずはこのチクシトゲアリの生態について3つの基本的な情報を整理しておきましょう。生息地域、営巣形態、結婚飛行について見ていきます。まずは生息地域。チクシトゲアリの生息地域は関東以南とされているようです。以前に北関東に住んでいたことがあるんですが、いろいろな場所でアリを探しても実際にチクシトゲアリを見たことはありませんでした。次に営巣形態。チクシトゲアリは樹上営巣性で、枯れ枝や枯れ竹などに巣を作ることが多いアリです。またコロニー形態は単子性といって、コロニーの中に女王が1匹のみいるというコロニー形態とされていますが、巣の創設段階においては複数の女王が共同で巣を作るという場合があるようです。実際に枯れ枝などを折っていると、巣の中に複数の女王がいるコロニーや複数の女王が共同で越冬している場面などに遭遇することがあります。次に結婚飛行について。チクシトゲアリの結婚飛行は8月から10月頃に行われます。巣を飛び立った新女王たちはしばしば10日などにも飛来します。8月から10月といえば、シリアゲアリの仲間や黄色シリアゲアリの仲間の結婚飛行と同じ時期です。この時期に10日に飛来した8ミリ前後の黒い新女王アリを見つけた場合にはチクシトゲアリの可能性もあります。ぜひ注意深く観察してみてください。また、少し話はそれますが、当チャンネルアリのエンサイクロペディアのロゴマークに使われている画像も、過去に飛来したチクシトゲアリの新女王の画像を使っています。かっこいい新女王アリですよね。ということで、今回我が家にやってきたこのチクシトゲアリの女王については、採集した状況とチクシトゲアリの生態などを考えると、2020年の8月から10月に結婚飛行を行って、最初の住処として枯れ枝に入った女王、そして時折見られる複数の女王でのコロニー創設ではなく女王単独で越冬に入った女王、こういった可能性が高そうです。またこの女王の飼育を始めるにあたり、最初の飼育室として試験乾燥を採用しました。営巣形態などから乾燥した環境を基本的には好むアリですが、給水を少なくした石膏巣などでも飼育が可能です。乾燥、湿潤、どちらの環境でも対応可能な試験乾燥で最初は様子を見ることにしました。先ほどから映像に映っていますが、この時すでに2つの卵が生まれています。時期は3月下旬、越冬が終わり春を迎える時期です。ここからが楽しみですね。無事に産卵が始まったところで、この1年間で目指したいことは2つ。ワーカーを誕生させてコロニー化させること。ある程度コロニーが大きくなったら、コロニーに合った飼育室へ移動させることです。ワーカー誕生に向けて女王には栄養を取ってもらうことにしました。1週間から2週間に1回程度女王に蜜餌を与えました。蜜餌への反応は好調で、腹部が膨れるまで毎回蜜餌を飲んでくれました。5月下旬、女王が産卵を開始してから約2ヶ月が経ちました。蜜餌で栄養を補給しながら子育てを続けた女王のもとには、大きく育った幼虫や次世代の卵、そして右端には初めての繭が確認できます。女王も健康的で落ち着いているように見えますね。
幼虫に口移しで栄養を与える女王。女王にとって最も過酷な初ワーカー誕生までのこの期間、このまま無事に乗り越えることができるでしょうか。6月中旬、女王の産卵から約2ヶ月半、ついに初ワーカーが誕生しました。小さくて可愛らしいワーカーですが、他の種類に比べると、それほど極端に華奢なワーカーではないなという印象です。もしかしたら、女王に断続的に蜜餌を与えていたので、栄養の状態が良かったということが一つ要因に挙げれるかもしれません。7月上旬、女王の産卵からは3ヶ月少々が経ちました。ワーカーの数は2匹に増えています。ワーカーが増えるペースは決して早くはないですし、まだまだ、最小単位の小さなコロニーですが、ワーカーが無事に誕生してコロニー化するという最初のステップは、ひとまずクリアできたのではないでしょうか。コロニーが無事に創設できたところで、このコロニーに合った飼育巣を探るという工程に移りました。時期は8月。このコロニーが最初に入居したのは石膏巣です。チクシトゲアリは枯れ枝などに巣を作る樹状性のアリなので、最初は木材を使った飼育巣を用意したんですが、引っ越しをしてくれませんでした。第2案としてこの石膏を敷いた飼育巣を用意して引っ越しを試みたんですが、その結果移動してくれたので、現在のような状態になっています。ちょっと意外な結果ですよね。ちなみにこの時点ではワーカーは4匹、後続の繭や幼虫たちも確認できますね。10月中旬、間もなく越冬を迎えるという時期です。女王にとっては結婚飛行以来2度目の冬を迎えるという形になるでしょうか。ワーカーの数は変わっていません。コロニーの成長は好調とは言えない状況です。飼育巣は引き続き石膏巣を使用していますが、石膏に給水をした際に若干水分を避けるような様子があるので、やはり石膏巣があまり合っていないのかもしれません。ここからの越冬期間中、この石膏巣にもう一度木材で作った飼育巣をつなげて様子を見てみることにしました。年をまたいだ2022年1月、チクシトゲアリのコロニーは約3ヶ月ほどかけてようやく木製の巣に移動しました。この木製の飼育巣は厚さ約6ミリほどの木の板を組み合わせてできています。手前側に入り口が作ってあります。巣内には仕切りがあり、コロニーが成長してきた時には部屋として使えるようになっています。木材には吸水は行わず、乾燥気味の環境が保てるようになっています。吸水に関しては巣の横に取り付けた水の入った試験管から供給するような仕組みにしていますが、念のためにこの部分にも湿った脱脂綿を置いています。チクシトゲアリのコロニーは巣の一角に固まっています。今回の木製の巣にはなかなか入ってくれなかったのですが、やはりいざ入ってみると石膏巣の時よりもしっくりきているような感じがします。3月22日、2匹の越冬幼虫は成長を再開して少しサイズが大きくなったように見えます。ワーカーがきちんと世話をしてくれていますね。タイミングとしては2021年に、女王が最初に産卵を始めてからちょうど1年といったところでしょうか。現在のワーカーの数は7匹。決して大きなコロニーではないですが、
ワーカーが急に減ったりすることもなく、地道に成長を続けてきました。ワーカーや女王の腹部が大きくなっているのを見ると、越冬を開けて春に向けて動き出したことを感じさせてくれます。まだ女王は産卵を開始していませんが、これから間もなく産卵を開始してくれるでしょうか。今回は一から育てる筑紫トゲアリということで、女王単独からの飼育は初挑戦となる筑紫トゲアリについて、越冬女王採集から、約1年の様子をお届けしました。ワーカー誕生に向けての挑戦に始まり、コロニーが創設できてからは、コロニーに合った飼育巣を選ぶということをしていきました。最初は思いがけず石膏巣の方を選択することになりましたが、最終的には木製の飼育巣の方に収まりました。ただ、引っ越しのスピードが、木製の巣を接続してすぐに、筑紫トゲアリが移動したということではなく、かなり時間をかけての移動になったので、石膏巣と木製の巣、筑紫トゲアリにとってはそれほどの差がなかったのかもしれません。ともあれ、小さいながらもコロニーの規模を維持し2年目を迎えることができたので、これからのコロニーの発展を見守っていきたいなと思っております。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。